こんにちは。なんと埼玉県からただいま和歌山県に向かっております。イエーイ、しどーい、バイクを取りに行きたいと思います。いや、何時間かかるのか分かりませんが、行って帰って恋をやってみたいと今一生懸命運転していただいております。パチパチパチ、気をつけて行ってきます。明日、明後日仕事なので明日中には帰ります。頑張れ。あ、なんか引かれてそう、怖い。またね。八ヶ岳。これ八ヶ岳って超有名じゃない？有名だよ。めちゃめちゃ時間がないのでゆっくりしていられません。出発しまーす。いやー、どんな旅だよ。バイバイ。岐阜県、岐阜県、パイナップルを食べてるよ。へい、実況中継です。岐阜に入りました。名古屋まであと72キロ。パイナップル、あの DM いただいてましたが、あのただ単にパイナップルを食べてただけで有名とかではありません。ミミちゃんはまだまだ元気です。このまま行くぞー。えい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 、あおー愛知県に到着。ちょっとですが、和歌山にはそのまま行くので頑張ります。イエーイ。おいしそう。どこもやってませんが、ゴールドキウイめっちゃおいしそうということで、みみちゃん、なんだっけ、どこだっけ、愛知到着しました。まだ高速ですが、あとちょっと頑張ります。来る、めっちゃ驚きのレギュラー190円。怖い。頑張れ私。バイバイキン。よく読めないけど、お在所期間限定小倉あんパフェサンド。何もやってません。今1時、もう2時。まだまだ和歌山まで頑張ります。行ってきます。イエーイ。さあ買いました、クジラ。カエルの声がすごいです。やっと買いましたよ。皆さんぜひツーリング一緒に行きましょうね。ただいま1時48分。銭湯にも行きすっぴんです。今お在所ってところにいます。まだまだ和歌山県までちょっと時間あります。頑張るぞ。そして報告があります。投稿するのでそれまでお待ちください。おはようございます、めみちゃんです。やっと和歌山県にありました。ビュー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 ビュということで、あと1個バイクを取って帰りたいと思います。今から帰っても
夕方の4時以降着きます。ただいまのお時間8時半でございます。さあ今日も一日頑張ります。和歌山県に到着しました。第2代目はこちら、ディリーシアラフです。サーキットでこれで走るので取りに来ました。以上、埼玉から和歌山県まで頑張った旅でした。はい、こんばんは。こんにちはって言いそうでしたが、ただいま、和歌山から帰ってきております。やっと圏央道で埼玉の方あと、40分弱で着く予定です。パチ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 、いやーマジで疲れました。今後ろこぞっといますけど、乞うご期待、今後投稿します。何がすごい大変だったかって、もう最後帰りの渋滞がものすごすぎてすごい時間かかってます。今6時間ぐらいで帰れるのかなと思ってたら8時間ぐらいかかってる、9時間かかってるかな。まあとにかく長い長い長旅でした。またぜひどっか遠くに行きたいと思います。じゃあ